こんにちは、島直香です。はい、どうです？あまり皆さん見たことないでしょう。これブッシュ柑、仏の手のみかんの柑でブッシュ柑って言います。今日これを使ってお正月花生けていきます。牡蠣の紹介していきますね。大月華道さんの青い水盤です。今日これに生けていきます。はい、見事なマスです。すごいでしょ。今日ね、後ろから入れるの無理無理無理。今日ね、ちょっと前に回ってで生けさせてもらいますね。よいしょ。はい、片手じゃ持てません。立派な松です。ちょうどここの縁にね、お尻ガチッと当てたのね。びくともしませんよ。さあ、そしてこれはそうね、この感じでいこうか。うまくいかない。こう入れたいのね。こういう感じで、あ、違うか、これこうだわ、ごめんなさい、向きが違ってました。いや、これ倒れるかもね、怖いな。まあでも、あ、行きましたね、大丈夫ですね。ここの縁のところにこの待つのね、お尻のとこピタッと当ててるから出すの。こっちも同様です。でね、今日ね、これ水入れてません。最終的にできてから水を入れようと思ってます。はい、これね、私ブッシュ柑の木を1本持ってます。持ってますって言って、まあ、自分家に植えてるんじゃなくって、生徒のお家に預けてるのね。みかん栽培してらっしゃる生徒がいるんで、そこにお願いしますって言って預けてるんですよ。ね、よ、これね、葉っぱちょっとね汚くなっちゃってるからもう使わない。ちょっとね、白いね、なんていうの、よいしょよいしょよいしょ、これもちょっと葉っぱね、傷んじゃってるから軽くして枚数減しました。はい、ブッシュ柑祭りです。ね、さあ、ここに何を入れるか。うん、はい、はい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 、じゃーん、ピンクのバンダナ入れます。どうだろう、いやー、このね、見えてるね、チラチラって見えてたらいいんですけど。あと、ここにちょっと松の小枝入れたいなと。うん、こういう松ね、バサッと、もうこれが倒れたら怖いなって思いながら、ビクビクしながら、正直いけてます。いやー、ね、倒れたら辛いですよ、ここまでしておいて。ね、ひょっとひょっと、はいはいはい、これでいいかな。はい、ブッシュ柑、バンダラン、マツ、今日もこれだけで十分で、あとここに水引きバーンとつけたいと思っております。お水入れていきますね。かわいい水差しでしょ、ね、はい、まだ松にハサミは入れてません。どこをどう
カットしていくか、もしくは枝をプラスするか、それは時間を置いてちょっと考えていきたいと思います。それから水引き、これ梅結びを自分でアレンジしてみました。あのお手本ないです、適当にはっきり言ってくる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 巻いてで作りました。はい、じゃあ完成動画においてはあのこの松の整理をきちんとしていきたいと思います。作品ナンバー565、ブッシュ館と松でお正月花を生ける、好評、行ってみたいと思います。はい、どうでしょうか。これね、撮影した日ね、曇りだったんですよ。あんまりお天気良くなかった。だからね、ライトもちょっと私が思ってるような、まあ、前作のようなこうパリッというか乾いたような、光線、太陽光じゃないのがちょっと残念でございますね。あのまた撮影した時間もね、これ午後の4時ぐらいだったのかな、3時ぐらいだったのかな、ちょっとジメッとしたような感じの太陽光になってしまったかなって思っておりますね。あのこの作品なんですけれど、あの最終的に松をハサミ入れますなんて言ってたけど、実はね、生ける前にもうすでにハサミ入れてたのよ。うるさいなーっていうのは、枝とか重なってるなーなんていう松のとこパン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 入れてたから、結果的に生けた後もうほとんどハサミ入れておりません。はいね、もうそのまんまでございます。もうどこも触るとこなかったです。あのすごく枝ぶりのいい松です。もう松に助けてもらった作品、そんな感じでございます。それからね、この水盤、水面ね、あのこの水面結構見えるように気をつけていけたんですよ。あの正直この作品、床の間でちょっと見下ろす、そうね、床の間に置いて水面がこう見えるような感じで見せていきたいなっていう感じの作品になっております。それからこの水引きです。赤と白でちょっとかなっていうところあったんですけど、まああの自分的には梅結びをアレンジした面白い形になったかなと思ったので使っております。はい、どうでしょうか。あ、大事なこと一つ言うの忘れてた。ブッシュ館お金出して1個買い足しました。やっぱりね、こう綺麗な形のが1個あった方がいいかなって思いましたの。根性なしの私でございます。本当はね、自分のブッシュ館で全部まとめたかったんだけど、あの世の中はそんなに自分の思う通りにはいきませんということでしょうか。来年はね、お花みたいにパーッと開いたブッシュ館ができたらいいなって思っております。まあこれも運頼みですよね。あの1年頑張って行いが良かったら、きっと来年ブッシュ館が綺麗なのが巡り合えることを私祈っていますって言うところでしょうか。はい、皆さん、いろんな角度から撮っておりますよ。ゆっくりご覧になってください。そしてよろしかったら YouTube 登録およびコメントよろしくお願いします。コメントこそが私のエネルギーになります。はい、今日は皆さんお付き合いしてくださってありがとうございました。